これから NHK 出版で明らかになりました不祥事につきましてご説明いたします。当該社員編集局放送学芸図書編集部編集長川野隼人の件でございます。52歳です。この社員については昨年12月に当社の内部通報窓口に通報がございました。これに伴いましてこれまで本人が請求してきた伝票の調査および本人関係者について聞き取り等の調査を続けてまいりました。調査の結果が明らかになったところでは編集局在籍中の平成15年1月から平成25年12月にかけて当社が独自で行っています業務であるドラマ関連本などの編集にあたり架空の構成業務を発注し340万円余りを当社に支払わせておりました。また本来必要でない構成業務を発注し560万円余りを支払わせておりました。このほか不適切な経費の請求が450万円余りありました。当社では本日責任審査委員会を開き NHK 出版の信用を傷つけた責任は極めて重いとして懲戒免職といたしました。 NHK 出版に対する信頼を裏切る結果を起こしてしまい皆様方には心よりお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした。